石野君、浦島太郎のように18年ぶりに国会に戻ってまいりました暴走老人の石原であります。私はこの名称を非常に気に入ってましてね、自ら愛称してるんですけどね、せっかくの名付け親の田中真紀子さんが落選されて、彼女の答えによると老婆の休日だそうでありますが、ここまたうまいなと大変残念でありますけども、これからいたします質問はですね、質問でもありますね、言ってみればこの年になった私のね、国民の皆さんの遺言のつもりでもありますが、私がこの年になってね、この挙に出た一番強い遺言は実は、昨年の10月頃ですか、靖国神社でお聞きした90を越されたある戦争未亡人の作った歌なんです。この方はね、20歳前後で結婚されて、でまあ子供さんも設けられた、しかしご主人はすぐね戦死をされ、そのお子さんもおそらくお父さんの顔見てないんでしょうね。その後まあ連れ合いの両親の面倒を見て子供も結婚し、おそらく孫もできひ孫もできたかもしれませんが、その方がですね90越して今の日本を眺めてこういう歌を作られた。書くまでも醜く国になりたれば、捧げし人のただに惜しまる。これ私ね本当に強い共感を持ってこの歌を聞いたんですが、まあ、国民の多くはね残念ながら外国に走ってる、去年ですか一昨年ですか東京に対していくつか事例があったようですけども、東京の場合には、ね、40年前に亡くなったお父さんをですね、葬式もせずに隠してミイラにして、しかも数十年間その年金を詐取してた。このケースがあちこち頻発してね、政府はねどいつもいかしませんけどその数公表しませんでしたが、こういう外国が反乱している、しかもその政治家はですねそれに媚びてねポピュリズムに走っている。まあねこういったですねその国なりさんを外国が眺めて軽蔑し、もはや羨むそのようなことなくて、先生とにかく日本そのものが侮蔑の対象になって、好きなことされて好きなこと言われてる。中づくですね北朝鮮にはね武将も含めて数十人、いや200人近いですか人がですね拉致されて、中には殺されて、これを取り戻すことができない、まあ、こういったね国の実態を眺めて、この戦争未亡人がですね、あの戦のために死んだ自分のご主人というものを、自分の精神を想起しながら、とにかくただに惜しむという心情に通されたのは、私は運命なるかという気がしてならないんですがね。で、まあさてね、総理がその総選挙に、総裁選に出られる前ですね、まあ、ある人の中で一晩会食いたしましたな。その時私いろんなことをあなたにお聞きして確かめました。非常にその心強いですね思いをして期待しておりました。でまずですねこの国をですね今日の混乱、あるいは大敗にですね導いた一つ大きな大きな原因である現行の憲法についてですねお聞きしたいと思いますけども、人間の社会に存在するですねいろいろな規範というものは結局は、まあ、人工的なものあるでしょうけど、あるいはですね人間の歴史というものの原理というものがこれを規制してそれにのっとっていると思いますね。でこの戦争の勝利者がね、敗戦国を統治するために強引に作った即成の、基本法というものが、国に敗れ統治された国が独立した後ですね数千にあたって存続しているという事例を私は歴史の中で見たことがない。でもしですねこのちなみに日本という独立国のね主権者である、つまり最高指導者の総理大臣がこの歴史の原理にのっとって勝って勝者が作って一方的に打ち付けた憲法というものを認めないと、これは廃棄するということをですね宣言したときに、これを阻む法律的限界は果たしてあるんでしょうかね。そういうものを含めてね、あなたが今日本の憲法についていかにお考えかお聞きしたい。安倍内閣総理大臣。確かに今石原先生がおっしゃったように、
現行憲法は昭和21年に日本がまだ占領時代にある中においてマッカーサー試案が作られ、そしてマッカーサー試案が毎日新聞によってこれスクープをされるわけでありますが、このスクープを見たマッカーサーが怒り狂い、もうこれは日本に任せておくわけにはいかないということで、ホイットニーに命じて、そしてホイットニーが2月の4日に民生局の次長であるケイディスに命じて、2月の4日だったんですが、2月の12日までに作れと言って、ほぼ8日間、1週間ちょっとで作り上げた、それが現憲法の原案であったわけでございますが、それが現在の現行憲法の元であると、このように認識をしております。石原慎太郎君。ですからね、その憲法をね、もし今の日本の最高指導者であなたがですね、これを廃棄すると言われた、仮に言われたときにですね、これをですね、法的に阻害するその根拠ってのは実際ないんですよ、どこにもね。で、それに加えてですね、最近北朝鮮はですね、いよいよ核の開発に着手して、その地震も起こして、それが検証されましたが、このかつて自民党の、ね、政調会長でしたかしていた私の盟友だった中川一郎の息子さんの中川翔一君が、日本もそろそろ核のシミュレーションぐらいしたらいいんじゃないかと言ったらですね、慌ててあの時のアメリカの政権の国務長官ですか、ライスが、ね、飛んできて、ね、これ揶揄したという実際事実がありました。しかしね、こういった、ね、非常に厄介な状況というのが日本の前でこうどんどん進展している中で、私たちはね、憲法のね、破棄なり改正というものを含めてですね、この国をね、もっと自分自身で守る、守りきるという、守りきるという基本的な法的な体制というのを作る必要があるんじゃないかと思う。日本人がなぜか非常に好きなですね、トインビーの歴史の研究という本の中に、有名な文句がありますけれども、いかなる大国も衰亡し、滅亡もすると。しかしその国が衰弱する要因はいくつもあってですね、これはね、自覚できる。そしてその対処もですね、できる科学的なものだ。ただ一番厄介な、ね、大国の衰亡あるいは滅亡につながる要因が何かというと、自分で自分のことを決められなかった国はね、これは速やかに滅びる。言って、国の防衛をですね、傭兵に任せたローマ帝国の滅亡を挙げてますけれども、私はね、これをね、総理はじめね、国会議員、国民の皆さんにね、思い直してもらいたい、ちょっとみんな痛くなるかもしれませんね。今では神格されているね、そのかつての名総理だった吉田茂総理、このね、側近中の側近中であったね、白洲二郎さんから私、面白いこと聞きました。私は割と年早くですね、世間に出たもんですから、当時は分断というのがありましてね、その分断の催し物、ゴルフの会などで、小林秀夫さんと非常に仲良かったので、白洲二郎の奥さんの雅子さんの縁でね、白洲さんも出てこられて、一緒にプレーをしながらいろんな話をしましたが、白洲さんがね、吉田親父立派だったと、しかし一つ大きな間違いがしたと、それはね、サンフランシスコ条約が締結されたときに、なんであの憲法をですね、廃棄しなかったのか、こう言ってましたな。私ね、それを今になってね、思い起こすんですよ。麻生さんも、ね、副総理として大事なポジションにいらっしゃるけどね、これ一緒にね、あなたね、安倍さんと一緒にこの問題について考えてもらいたい。ちなみにね、面白いお話しますとね、私の盟友というか、非常に親しい友人だった村松豪という文学者がいました。これは亡き三島由紀夫さんとの共通の親友でしたけども、彼がトロントのカナダの大学に、ね、交換教授に行って帰ってくる途中に、ニューヨークによってニューヨークタイムズがね、日本と、ね、ドイツが降伏したその日の、ね、エディトリアル社説をですね、コピーして持ってきてくれた。要するに読みました。非常に対照的で面白かったのはね、ドイツについてはね、日本に数ヶ月前に降伏したドイツについては、この国はですね、民族が非常に優秀だけど、ナチによって道を間違った、我々はね、彼らがね、速やかに立派な国を作るため、あらゆる手だとこで協力しよう、書いてある。日本の場合にはね、ちょっと違う。大きなね、
ものすごい大きなナマズの化け物みたいな怪物がひっくり返っていて、その大きなアングリアが口の中に、ヘルメットをかぶった GI アメリカ兵が何人か入ってですね、やっとここで牙を抜いてる。そしてドロンセスにね、この化け物は倒れをした、この醜く、危険な化け物は倒れをしたが、まだ生きてる。我々はね、世界のために、アメリカ自身のために徹底してこの化け物をね、解体しなくちゃいけないということでね、とにかくあの憲法というのは出来上がったんですな。私たちこれやっぱり明記する必要があると思う。このね、2つの論説と違いの根底にあるのははっきり申しますけども、近世というものを支配してきたね、これあの白人のですね、エゴイズムと言いましょうかね、人種差別によるですね、非常に大きな偏見だと思いますね。あの日本人が割と好きな東印美はね、日本のね、その近代化っていうのは世界の歴史の中の奇跡だ、バカなこと言った。これは日本人これ喜んだ。しかしね、これはね、何をもってするかというと、東印美のね、日本の近世ってものに対する不認識というか無知に他ならない。江戸というね、成熟した期間があったからこそ、日本の近代化唯一有色人種ができたんだと思いましてね、江戸の時代に何が起こったってね、私は苦手だった高等数学に一つの微分積分というのは、関隆一という人が江戸で発明した。私は文献を読みましたがね、三要数字じゃない漢字で書いたら非常に読みにくいんですが、それから50年遅れてドイツのね、ライプニッツがね、微分積分考えた。さらにニュートンがそれで30年遅れて、つまり関に比べて80年も遅れて、とにかく微分積分考えた。経済でいうとね、中小経済、先物買いとかね、デリバティブとか為替なんてものを考えたらイギリスにとまる、とんでもない、はるかに先にですね、江戸の堂島の要するに商人がですね、とにかくこういう中小経済を始めた。そういったね、とにかくなんて言うんでしょうかね、日本の近世の成熟っていうものを、まあ東印美も知らなかった、外国人も知らずにですね、有色人種と日本人がですね、列強に対比できる近代国家を作ったとは、まあ、白人の森からさ、いまいましくて許せないことなんでしょうな。そういうね、認識にとってね、ニューヨークタイムズの論説はね、日本とドイツの幸福をね、比較してるわけですよ。これはね、私から言わせると本当に少子千万年、先日至極の話でありますけど、まあ、そういうその流れの中でね、日本の憲法ができた。この憲法ね、議員の職も制読した人いるんでしょうかな、憲法って言うけど、あの全文の醜さ何ですか、一体ね。例えば、ね、ここにこの憲法をね、確定する、日本語で言えば普通ね、法律を決めるってのは制定ですよ。それからね、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、恐怖と欠乏から免れ、ちょっとおかしいな日本語だね。これはね、女子の上等からやるがですね、これは恐怖と欠乏を免れなの。日本語の助手関東詞ってのは非常に大事でしてね、これ一つ間違うと全然その作品の印象、文章の印象も違ってくるんですけどね、これをね、全く無視した、この日本語の対応をなしてない、まあ英文和訳とすれば70点もね、いかないような、ね、こういう文章を綴られた憲法が実は未だにとにかく破棄も廃棄もされずに、まあ非常にね、これが醸し出した、吉本流面の言葉じゃないけども、絶対平和というね、一種の共同幻想ってもので日本をダメにしてきたの。どうか一つね、この総理ね、それを考えてね、この憲法でできるだけ早期に大幅に変えてね、日本人のものにしていただきたい。その点私たちは挙げてるのいかがな協力もします。で、一つ伺いますけども、第一条のですね、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であると書いてありますが、この象徴の具体的意味とはどういうことなんでしょうかね。どう解釈されますか。安倍内閣総理大臣。象徴というのは、まあ、いわば、まあ、日本、国において、まあ、権力を持つ、まあ、存在ではなくて、まさに、日本の長き歴史と伝統として、そして文化と日本国民を象徴する存在であるというふうに私は理解をしております。委員長。石原慎太郎君。大まかまさに正しいと思いますね。これはね、決してね、
政治的な、ね、権力権威というものの象徴じゃないの。で、ね、もっと具体的に言いますとね、天皇はね、現今の、ね、世界の中で唯一のプリストキングですね。プリストキングという意味はですね、神道というね、まあ、これは果たして宗教でも分かりませんが、神道の、ね、大司祭なんでね、この神道はね、私は決してね、普通の宗教と違うと思いますよ。これはね、言ってみると、カントが言ったね、理性を超えたね、人間の、ね、非常に崇高な属性、まあ感性というか情念と言いましょうかね、そういったもののね、とにかく結晶でありまして、神道っていうのはね。ですからね、カトリック教徒の熱心なカトリック教徒の宗谷子さんが伊勢神宮に行ってですね、まざまざこれが日本だということを自覚したと、エッセイに書いてらっしゃる。私も付き合って何日か同行したことありますけども、日本にやってきたアンドレ・マルローがね、あの三重県のですか、那智の神宮に行った時にね、あの鳥を食うってから、ちょっと待ってくれってバックするんですな。それでね、なるほど、この宮の神体はあの滝だなっつってね、鳥の中に滝を収めてね、感心する。そう、つまりなんか人間のね、国境を越えた感性ってものが要するに神道って風に結晶してるわけでね、私はね、その神道の大祭司である天皇は、そういう意味での、つまり日本のですね、感性、それがもたらした文化ってものの象徴であってね、決して政治の象徴じゃないと思いますね。で、それに付随したことでありますけども、総理は今年靖国神社に参拝されますか、されませんか。私はしてもしなくていいと思ってるんだけど。安倍内閣総理大臣。靖国参拝について、私は、いたずらに、外交的、政治的、問題にしようと、は思っておりません。ですから、私が、靖国神社に参拝するしないということについては申し上げないということにしております。一方、国のリーダーがその国のために命をかけた英霊に対して尊崇の念を表する、これは当然のことであろうと、そのようにも思っております。委員長。石原慎太郎君。なかなか、ね、聞いててよくわからないな、わかるような難しいお題ですけど、私に行かなくていいと思いますよ。これはね、あなたが行くのは結局それは政治問題になる。ならばその代わりにね、国民を代表してあなたがね、一つのことをお願いしてもらえる。それはね、ぜひ国民を代表した総理大臣としてね、今年はですね、天皇陛下に靖国神社に参拝していきたい。これはね、決して政治的行為じゃありませんよ。文化的行為だと。宗教的な問題でもない。さっき言ったみたいにね、神道というね、人間の情念の結晶のね、そのつまり代表者である、象徴である天皇陛下がね、戦争で亡くなった人いたんでね、お参りされるってことは、これは最初で当然のことで、これに、ね、意義を育てる国はないと思うし、天皇がそういう行動を取られることでね、あの戦争肯定することも否定することもならない。あの戦争に対する評価について言えばですね、日本人は未だに、なんか一方的にね、そのニュールンベルクと同じように戦勝国が、ね、敗者をされただけのですね、東京裁判の士官に取られているようですけどね。しかしその後マッカーサーはアメリカの議会で、今から考えてみたら、あの戦争はやっぱり日本にとって自衛の戦争だったと証言してるじゃないですか。私がね、若い頃ね、高崎辰夫さんの紹介で会うことにできたエジプトの2代目の大統領ナセルもね、それからその後しばらくして会ったインドネシアの、ね、スカルム大統領もね、同じこと言いましたな。我々がね、独立を果たせたのは世界第三次大戦に勝ったおかげだ。第三次世界って何ですかって聞いたら、独立戦争だ。それができたのは日本のおかげだ。私はね、その言葉は今でも重く受け止めてますしね、あれによって私はやっぱり世界が変わり、国連にですね、有色人種の国がそれを独立して一票を投じるような資格を得たんじゃないですか。ですからね、このね、靖国参拝が政治的に解釈されて、あの戦争っていうものね、価値観っていうものに、ね、引っかかってくるならね、これはとにかく、やめたりやられる必要ない。その代わりですね、神道の祭司である天皇陛下に国民を代表してね、ぜひぜひとにかくその靖国に参拝していきたいってことをね、あなたから一つ
政界に奏上してお願いしていただきたい。いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。陛下のご心配について私が云々する立場ではございません。しかし今石原議員がおっしゃったようにですね、本来国のために命を捧げた人たちに対する敬意の表し方はですね、本来政治的なものではないわけであって、そしてジョージタウン大学のケビン・ドーク学部長、彼はカソリックでありますが、彼が論文に書いておりましたが、アメリカにおいて南軍もそして北軍の兵士も共に埋葬されている。そこにもし大統領が参拝をしたからといって、決してそれは南軍の例えば奴隷制度を維持するという考え方を賛成するものではなく、ただただ国のために命を懸けた人々に対する敬意の表明でしかない、そのように論文を書いていましたが、私もその通りだろうなと、こんなように思っております。委員長。石原慎太郎君。次にですね、日本と手段のですね、間のこのね、紛争の種になっている戦火についてお聞きしますけど、ついでに申しますとね、シナって言葉はね、日本人が使うと品種を買うようですけどね、これおかしいんですね。中国シナのね、その政府のコメントで発信しているね、インターネットのサイトを行きますとね、そのアプローチのイニシャルは sina.com ですよ。シナですよ。これね、なんで日本人がね、シナといい、そこからこれは孫文が作った言葉らしいけども、そこにするとチャイナという言葉がシヌというフランス語で、チヌというスペイン語、キヌはドイツ語ですか。でね、中国ってのはあなたのお膝元の山口県とか岡山県とか広島県のこと言うんだよ。シナはシナでいいじゃないですか。それはどうでもいいが。でね、この尖閣をですね、日本は実効支配していると。言葉勇ましいこと、実効支配というものをさらに具体的な実態とは何なんですか。安倍内閣総理大臣。尖閣諸島は歴史的にも法的にも我が国の固有の領土でございますが、日本が今有効に支配をしております。この支配ということに、有効に支配をしているということについて言えばですね、いわばこの我が国の領海、尖閣から12海里は我が国の領海にいるになるわけでありますが、この領海においては我が国の海上保安庁の船がこの海を管理をしているわけであります。またその接続水域についても管理をしているということであります。石原慎太郎君。かつて鄧小平が日本に来ました時にね、誰かがどういうきっかけでかね、この尖閣の問題を持ち出した。でね、鄧小平は非常に厄介な問題なんでね、棚上げにしましょうと言って、日本の特に外務省は喜んでね、総合崩して、そうしましょう、そうしますということで、今日に至ってきた。で、私たちね、青嵐会はね、これに非常に反発しましてね、拒禁してね、あるとき関西の冒険部の学生たちに頼んで、あそこにチャチのない灯台を作った。これはね、バッテリーにですね、ポール立って、その先にね、電球ぶら下げて、傘つけたような、ただの明かりでしたがね、それでもね、それを頼りにですね、避難して、風待ちした漁船に次の日ね、学生たちが非常に感謝されてね、学生たちは、ね、非常に感動して、私たち国家というもの、民族というものを感じましたと報告してきた。でその後ね、みんな右翼と別称しているようですけど、その青年社という右翼団体がね、政治団体があそこ行ってね、かつて古賀さんが作った、工場を、鰹節の工場を作るために作った水路があるんですがね、水路本当細い水路です。船がいっぱい入るだけの、そこのね、たまとのところに立派な灯台を作ってくれた。これはそのための苦労ですね、一人その青年社のね、沖縄の支部長が披露しするような犠牲まであれやってくれたんで、私は非常にそれタートしたんですけども、これ国家にとっていいことですか、悪いことですか、迷惑のことですか。安倍内閣総理大臣。その灯台がですね、作られたのは
かなり、昔の話で、ございますが、しかし、東大、ができたことによってですね、その近くを通る人たちがですね、大変それは有益であるというふうに、話をしているということは聞いたことが、ございます。委員長、石原慎太郎君。これですね、私はね、非常にそのね、苦労たとしましてね、たまたま大臣もしたことがありますんで、古巣のです水路部、運輸省の水路部に行ってですね、これをね、正式にチャートに記載してもらいたい、海図に。でね、そのためにね、不備な点があったら直させるからね、行ってみてくれと言ったら、3点指摘されましてね、その要するに、東大としてチャートに、海図に記載するために必要条件というのを満たしてくれと、お金をさらに出して。で、水路部はこれで結構ですと言うんで、海図に記載しようとしたら、おかしなことに外務省から待ったが変わった。何を待ったかった、時期尚早って言う待ったかった。私はね、その時期尚早と言って正式なですね、東大を正式に海図に載せないことがこう実行試合と言えるんですかね、どうなんですか。安倍内閣総理大臣。その海図に載ってないかどうかと私もちょっとつまめらかに承知をしていないわけでありますが、そうした事実があるかどうかということは確認をしてみたいと思います。委員長、慎太郎君。そこでね、それから20年経ちましてね、私のたまたま息子をね、国交大臣しているときに彼に言明しました。いかなる責任においてもね、あそこの灯台が日本製であり日本国が作ったということをね、示すためのプレートを貼れと言ったら、外務省と交渉したのか知らないかしませんが、国交省はですね、あそこにですね、日本国、保安庁の水路部っていうんですか、これを作るというプレートを貼りましてね、そのコピーもね、今ありますけどもね、これは当然の措置だと思いますがね、いずれにしろですね、私はね、今日本がやってることがね、これ本当にその実行しないとはとても言えないと思います。で、その海図や灯台についてです、私ね、横田の問題でね、あとお話しますけども、国防総省にて、あれ副長官ですね、ウォルフビズに会った時にね、たまたま日本の外務省がだらしないんでこういうことなんだったら、彼はね、私はちっちゃなので自分でもやりますけど、石原さんね、きちんとした発行物がね、海図に記載されたところ非常に危険じゃないですかと言ってね、逆にね、同情されましたよ。とにかくそういうね、実態が20年続いて、やっとですね、あれがですね、正式に期待されたけども、しかし、いかにもね、場所が良くないですね、これはね、かつて、かつお節工場があったところに、アプローチのために作られた灯台だってね、あの周りは非常に暗礁の方に危険な水域で海流も速いんでね、私はね、できればね、魚釣島の一番大きな島の頂上にですね、周囲八方から見えるね、灯台を作るべきだと思います。これはね、何を日本の漁民のためじゃなしに、あそこを航行するとですね、全世界のね、要するに航行者のために、非常にメリットになることだと思いますけども、ぜひね、それをやってもらいたいと思うし、たまたまね、とにかくその私がですね、なかなか拉致が開かないんで、東京都であれを買おうとこと言い出したら、たちまち供金が集まって、今でもこんな基金としてね、とにかく積んでありますし、これぜひね、安倍内閣であのお金を有効に使ってね、国民の期待に応えてもらいたい。でね、そのためにまずね、やっぱり最初にあそこに一番見えるところに灯台を作るべきだと思いますよ。ということをね、私はね、知らないうちに買われちゃったと思うけど、買ったのね、要するに民主党の野田政権の時にね、野田前総理がこのことについて話したいと言うから、その時私も騙されたと思う。特に、国はですね、サスベアでほっぺた叩いて持ち主から金島買い取ったと思うんだけども、つまぐらいにしませんがね。で、さしで話しますとね、日本へおひれはひれつくんで、私の仲間の園田議員がですね、野田さんともその、こういう関係があるってんで、彼に頼んで立ち会ってもらいました。その時に私いくつか条件というか要望したんですが、園田さんはね、私は石原さんが言ったらね、あそこに軍隊を受けなんていうことを言い出すんじゃないか、ハラハラしたけど、
野田さんこれぐらいの要望なら聞いたらいいじゃないですか言った。それはね、まず灯台を作るということ、それからね、日本のね、あそこで操してる石垣の漁民っていうのは小さな小さな船なんですよ。せいぜい乗員が2人か3人でね、あそこにやってくる市内や香港や台湾の船はね、乗員が2、30人乗ってる大きな大きな船なんです。これね、あそこに試験が来ますとね、私もよく思うんですけど、よく会うんですけどね、シーアンカー直してね、風に向かって微速前進、ヒーブトゥーするの。麻生さんのお父さんがよく思うんで、そんなして亡くなったけどもね、ヒーブトゥーするの。ところがね、動力のついている漁船でヒーブトゥーしてもね、石垣の漁船は小さな小さな、せいぜい乗員2、3人の船ですからね、一晩二晩風待ちというとね、燃料が尽きて帰れなくなっちゃうんですよ。シナや香港や台湾の船はね、30人ぐらい乗ってる船ですからね、一晩二晩風待ちでも何でもない。しかもあそこはね、太平洋循環してるに黒潮が湧き上がってくる非常に豊穣な漁場で、高気温が取れてね、絶好の漁場なんだ。彼がやってきて乱獲をする。日本の船を流してハエナを切って、あるいはそのハエナの獲物まで盗んでね、そういうことをしてる。ですからね、とにかく日本の非常に冷静な漁民があそこまで出かけていって、嵐が来た時にね、2、3日風待ちできるね、港とは言いませんよ。せいぜいね、この辺の半分ぐらいでもいい、ね、船がね、何隻かそこに泊まってね、沖から迷、岸から迷い取ってね、一晩二晩過ごせるような船だまりを作ってくれと言ったんですけども、野田君はいやと言って、柔軟柔軟な面持ちで、まずそれはステップバイステップでしょうと言うから、ステップバイステップの最初のステップは何かなって聞いたら、燃料がないところだから、エネルギーがないところだから、太陽パネル持っていく。太陽パネル持ってね、電気起こしたってね、灯台作んなかった意味ないじゃないですか、ね。まあ、それでわけのわかんない回路があった。そのうちに国が買い取っちゃってね、今の低たらくですよね。あれね、むしろ東京がね、買い取っていたらね、東京と石垣市が一緒になって仕事したらね、まあ、いや、なんですかな、沖縄の県知事はあまり僕に好意持ってないみたいでね、なんかいい返事しなかったけど、とにかく沖縄県とでも組んでですね、とにかく石垣君組んでね、あそこで事業を始めたら、シナはやっぱり地方の自治体がやりたいということにどんな文句つけたんですかね。これ国対の国の問題じゃったからね、なんかいろいろイチャモンつけて変な関係の行動でやったけど、むしろね、東京向かってね、沖縄と石垣と一緒に仕事したのがよかったんじゃないかって気がしますがね。まあこれは今から言っても愚痴にしかなりませんけども、東大ってのは大きな意味があるんですよ。かってね、北方四島の問題ごたごたして、社会党のバカな議員がね、モスクワに行ってね、何言ったかったらね、貝殻島ってのは非常に危険なとこなんでね、東大作ってもらったら安全に操業できて、ロシアもすぐ作る、作ったチャチな東大、それから東大が作ったからうちの領土だってことで、貝殻島からですね、乗っている間に国境線引かれてね、あそこが国境になっちゃった。こういう意味合いをね、東大が持つということをね、一つ、まあね、明記してね、まあ総理ね、やっぱりね、最低限ね、実行者を具体的に表現するためには、やっぱりね、全国民のためにですね、あそこを通行するね、全国民のために東大を作っていただき、これを熱願いたします。ここでお答え言いません。で、次にですね、この今非常に遂げておりですね、日本とシナの間の関係、特に軍事に関する問題についてね、そのお聞きしたいんですがね、そのこの問題、シナが非常に挑発してきてね、嫌がらせをしている。日本はまあ我慢しながら答えている。国民の意見はね、みんな共通して毅然として、冷静に毅然として対応してほしい。冷静ってのはどういうことですか。安倍内閣総理大臣。まあ、冷静っていうのは、まあ、正常な、まあ、判断力を備えながら対応していく態度ではないのかなと思いますけども。石原慎太郎君。そうですね、冷静な判断力といろいろありますがね、じゃあね、ことね、大きな紛争、まあ、軍事行動につながるね、そういうなんていうのかな、その条件についてもね、
冷静に情報を取って判断することがね、私はね、政府の責任だと思いますね。同時にね、これやっぱりそれが毅然とした態度を導くね、一番ために必要な術だと思いますよ。でね、私もね、この間について非常に関心があるから、いろんなヒアリングをしました。でね、防衛省の内閣文官の言ってることは全部ダメ。甘いというかね、何言ったらさっぱりわかんない。私が何人か聞いたね、現職のね、要するにね、その税関、あるいはね、つい最近までね、責任ある地位でですね、要するにその訓練の指導もしてきたね、そういうね、軍人のね、現職のね、あるいはね、ごく近い OB の話をね、聞かれるとね、違う判断ができてくると私は思いますね。それはね、内局の判断なんてこんなものはね、大体ね、全然彼ら飛行機も乗ったことない、船にも乗ったことはない、訓練もしたことはない、その連中がね、ペーパーの上で謎があってね、あなたにどんな報告か知らないけどね、こんなものはね、要するに一旦換気の時の毅然たる態度を導くための情報にはなり得ない。これをね、どうか一つね、胸にしまってね、これからね、いろんな判断をせざるを得ない時期が来るでしょう。そのためにもね、ぜひね、要するに現役のとは言いません、ごく最近の OB でも結構な、その人たちに意見を聞いてもらえるというのはね、彼らはね、実際に自分で戦闘機に乗って、あるいは他の国の戦闘機に乗ってですね、そういう体験をしている、ドッグファイトの経験もある、その時に飛騨の練習量はどれだけ違うかね、どれだけ飛行機の性能が違うかと知ってるんですよ。例えばね、シナが今非常に誇示しているロシアからもらったスーホイ20ですか、いくつですか、あの戦闘機のね、性能ってのはね、ロシアがインドに渡したのとシナの渡したのだいぶ性能違うんですよ。ロシア人は何か非常にシナ人が嫌いでね、シナにはね、ろくな戦闘機与えてない。でこういったものの性能の格差っても、しかも日本が使ってるね、その F15 の改良型、これはね、中曽根さんの時に次期支援戦闘機の素晴らしいものを作ろうと思って、アメリカが妨害してね、なかなか日本を置いて、その代わりね、共同改良してですね、まあ、特殊な F15 を日本とアメリカが持ってるんだけども、この要するに性能とですね、そのシナでそのインドをもらって性能機の戦闘の格差ってのは、これは明記しておいたらいい。それからね、もっとそのね、仮にですよ、仮だけどね、尖閣をめぐる軍事紛争が起こったときにね、あの国を、あの島をね、シナが占領して何になるんですか。これちょうどね、日本が無謀に出かけて占領したガダルカナルと同じことになる。ロジスティックにあの国は、この島は持たない、兵隊が続かない、そんなね、海上輸送能力は持たない。シナの海軍の実力ってのはね、みんなね、なんか知らんけど過大評価とか幻想に惑わされてね、いやなんてバカな大使とかね、どっかの、ね、野党かどうか知らん政党も言ってね、ペコペコの声なんか言って頭の中で帰ってきたけどね、私やっぱもうちょっと冷静にね、こういう現実とか把握してて物言ってもらいたい。それはね、あのなんていうか、わけのわからない航空母艦、あれはね、ロシアが持て余したね、スクラップで売りに出して15億円で買ったの、シナはね。これで動かそうと思ったらね、エンジンが動かないから文句言ったら、ロシアの古い巡洋艦のエンジン2つ持ってくっつけたけどよく動かない。航空母艦が16ノットでしか走れなかった、飛行機は発着できませんよ、ね、なんとかっていうね、総理大臣だか主席だか知らん人間が今度大学変わったみたいだけど、あそこに水兵並べてね、赤と白のユニフォームで200人並べてね、閲兵して偉い写真見せて、それはね、東南アジアの小さな国、あいやーと言うかもしれんけど、世界中の物笑いなんだ。あんなものでね、海上の派遣なんかできこない。まして日本のね、海上自衛隊海軍のですね、対戦能力って世界一ですからね。私はね、その限りでね、彼らが尖閣周辺の紛争に関してですね、制空権制海権持っておくのは絶対ない。ただこれから先は分かりませんよ。でね、大事なことは何て言うんでしょうかね、この、うん、その前にですね、まあ、中国もね、シナもね、膨大な経済国になった。しかし面積は広い、需要も大きい、こういったものをね、要するに補給するためエネルギー一つあげるし、その何て言うか資材もそうですがね、ロジスティックの海上シーレーンというのは彼らはね、今で言うと保持できますか、
できっこない、できっこないことを知っていながらね、バラが挑発をして、だったらですね、そういうものを含めてね、日本ね、毅然とした態度を取ったり、毅然とした態度は何かあったらね、パチン鯉口を切ることですよ。刀抜くのはバカなの。しかし昔の侍と同じ、ヨロバは切るぞってパチンと鯉口を切ったらいい。それが決心はね、しないとね、国民がね、冷静に毅然としているね、その政府に対する要望には私はとても答えきれないと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。私に対する印象は常に濃い口を切っているような、印象を与えているというところがあるかもしれませんが、まあ、しかし、大切なことはですね、この、尖閣について言えば、我が国の固有の領土であり、そしてこれは、交渉の対象でもありません。断固として我が国は我が国の固有の領土、領海、そして領空は守っていくという決意を示していくことであろうと。万が一にも、これは実効支配を揺るがすことができるかもしれないと相手国に思わせることがあってはならないと、このように思います。その観点から来年度予算につきましては約11年ぶりに防衛予算を増やしました。もっともっと、そして、兵員については、兵員については約20年ぶりに実増させたわけでございまして、また、海上保安庁においても、そうであります。しっかりと相手につけ込む隙を与えないように備えを確かなものにしていきたいと、このように思います。委員長。石原慎太郎君。しかし、さりながらですね、日本の防衛体制はね、非常に大きな欠陥があるんですね。これはミサイルの問題ですが、これはね、日本のね、そのミサイルに対する迎撃のミサイルの数とで、相手が持っている数はね、かなり違うでね、一度にですね、2、30発のミサイルを撃ち込まれたのね、半分ぐらい撃ち落とすけれど、その半分はなかなかね、こう要するに途中でよくして撃ち落とすできない。これはね、やっぱり深刻に考えていただきたい。ただね、ミサイルが飛んできてもね、搭載されているオーヘッドっていうのはね、普通の爆弾ですからね、例えばね、北朝鮮市の市南市のミサイルが仮に飛んできてこの国会に当たってもね、この国会自体が全壊するような破壊力はないんですよ。ただの爆弾と同じなんです。だけどね、それはそれで大きな引き金になってね、それによってね、核戦争が誘致されることはありえないし、あってはならないし、そこまでシナも愚かじゃないと思いますがね、そういう点でね、私はね、日本とアメリカのね、防衛関係ってのはもっときちっとする必要があるし、大体その日本がどんどん孤立している軍事行動の中でね、集団自衛権なんて当然ね、これやっぱりその表示してですね、実行すべきだと私は思います。じゃないとね、結局日本は孤立するだけで、ね、周りからの疎まれてね、麹山の戦いじゃないけど一人だけ逃げちゃって、刀のね、要するに運ぶ力もなかった官兵の嘆きみたいになりますぞ。で、私もね、かつてもう途中してる時に北朝鮮のどんができたんですか、それでぬんぬんでね、その際の防衛体制で東京にもそのミサイル、防衛ミサイル、そのエアとエアのですね、地上対地対空のミサイルを配備すると、結構だ、足が置いて結構だ、でまず大事にことはね、公共を守ることだから、私そう思ってますと防衛庁言うんで、できるだけ目立たないようにしました、ね、日比谷公園に置かせてるから、バカのこと言うなって言ったんだ、屋内は公共の前に広場に置けって、国民が意識してね、やっぱりね、ある危機感を持つためにもね、どうして要するにその広場に置かないね、日比谷公園みたいに嘘として森の中に置く必要があるんだと言ったらね、それうやむやになりましたがね、とにかくね、そのミサイルのね、要するに整備も含めてね、向こう10年間はね、まずとにかく私たちはこの通常兵器での戦闘で死者に劣ることはないというのが、これは日本の専門家、現役の軍人、あるいはですね、アメリカの DIA、 さらにはね、一番情報を持っているね、イスラエルのね、モサドといった連中たちに聞いてもね、その評価は変わらないんですよ。ただ10年経ったらどうなるか分かりません。そのためにもね、やっぱ防衛費というのはやっぱり大幅に費用必要がある。
あの三木武尊というバカな総理大臣がいました。大嫌いだ、あのやつは。あれがね、何勘違いしてかね、その武器の輸出を禁止する原則作った。それからね、何の根拠は知らんけどね、総予算の 1% 以内に、ね、防衛費とどめる。こんな論拠のないね、そのセンチメントに駆られてみたら、こういうものが国前として、国前らしきものでまかり通っている現実って、私はね、世界に例がないと思いますよ。これをね、毅然じゃない、当然変えることがね、私は安倍内閣のね、総理副総理の責任だと思います。それでね、もう一つ、日本はね、新しい素晴らしい技術を持っている。21世紀に入って、ノーベル賞ってのは当てにならない賞ですけどね、非常になんていうか政治的なものがあってね、だってそうじゃないですか、オバマがね、世界の核兵器なくしましょう、イエス・ウィー・キャンチって、3ヶ月であいつは新しい核兵器のシミュレーションやってるんだ。だからね、佐藤さんがね、要するにその領土取りの平和賞だ、これは当然のことだと思うけども、その他この他ね、かなり紛らわしいものもある。一番いい加減なあれですかね、経済学賞ですかね、アメリカの経済学者でノーベル賞経済賞もあったやつが作った会社で潰れたのはいつか6つありますからね。ただ中でね、自然科学の分野でのノーベル賞は非常に信憑性がある。そして嬉しいことに、21世紀に入って日本人が取った自然科学分野でのですね、ノーベル賞の数はヨーロッパに匹敵するんです。全ヨーロッパに。これはね、日本の大きな国の国力ですよ。しかもね、ノーベル賞の対象にならないけどもね、素晴らしい技術を改良してどんどんやってる人がある。例えばあのね、ちっちゃな工場も寄せ合って作ったね、はやぶさ、あれはとにかくね、40キロ飛んで帰ってね、数年遅れてそれをアウトソーシングで戻してですね、戻ってきた。こんな技術持ってる国は世界にありますか。こういったものを活用してね、何ができるかって言うとね、アメリカも考え出したね、コンベンショナルストライクミサイルという戦略兵器がある。これはね、一旦宇宙に消えちゃうの、それで正確な GPS が戻ってくる。例えば2000キロ離れたターゲットと、この水差しに爆弾当てようと思ったら当たるぐらいの精度はある。ただね、この GPS のシステムはね、全部アメリカ依存ですから、日本は日本なりのものを作る必要があるけどね、これね、どういうものかというとね、アメリカンフットボールでね、混戦になった時にね、なんとかポイントしたい時に、あるそのメンバーがね、後ろにいるクォーターバックにとんでもないバックパス、そのボールを取ったバック、クォーターバックがとんでもないロングスローで前走ってるフォワードってタッチダウンする。これに似てるんですよ。これはね、それをできる基地ってのはどこにあるかって、日本に唯一、南鳥島。これはね、ぜひ今ね、あまり暇もないだろうけどね、誰か書くように生かしたらいい。これはね、自衛隊が今その駐在してますが、島は小さすぎてね、ランウェイが足りないから、やっぱジェットのつく滑走がいるし、大きな船のつく港がいる。それであそこを整備したらね、格好の発信地になる。でね、これはね、本気でね、政府がね、核弾頭を積まずに済むんですけど、しかし非常に大事な要所をヒットできるね、視察仕送人のあのあれじゃないけどね、完全にそのピンポイントでね、とてもしかできる、そういう兵器なんですよ。アメリカも着手をしだした。一番進んだポテンシャルを持った日本なの。でこれはね、私この話を聞いて思い出したのはね、かつてリビアのカダフィがね、血迷ってね、核兵器持つ言い出したの。みんな反対したけど、強権強権って言われた人間だから、何が分かるので、アメリカは何やったかって言ったら、イギリスにある空軍基地から指示して数機の編隊でですね、あの時はフランスに相談したら、フランスが嫌がって、ね、要するに領空の上飛ばさなかったんで、ジブラルタ海峡を回る海峡ですね、リビアに行ったの。それでね、当時のね、要するに GPS の制度ですから知れてるんですけども、カダフィの居住区をね、8つか5つのね、6つのね、要するにメッシュに区切ってね、その一つを徹底的に爆撃したんですよ。それでね、その要するにメッシュの一つにね、カダフィの最愛のね、第三夫人がいた。その子供は二人ともそれで爆死した。それでカダフィがね、率然としてね、核兵器の保有をやめた。こういう事例があるんです。ですからね、よらば切るぞというもののね、素晴らしい人が持ったね、刀ってのはまず持たなくちゃいけない。
この開発はね、核の要請を言うと違って品質を買わない日本の先端の技術を結集できることですからね、これやっぱりね、ぜひぜひ考えていただきたい、本当に考えていただきたい。いかがですか。いや、防衛大臣知らないよな、成田って。もっと大きなことだから、君やるならやるよ本当に。麻生財務大臣。そんなに詳しいわけではありませんけど、その経緯、はやぶさの内容をそこそこ知っているもので、お二方に比べて知っている程度だと思っていただいて、あまり過剰期待されると困るんですが、今言われたのはこれは極めて優秀な機械、優秀な技術、あれが帰ってきた時には一番最初に日本にそれを内容を詳しく説明を求めてきたのはアメリカの陸軍省、事実です。石原慎太郎君。ということなんですよね。だからね、そのむざむざアメリカが出すこともないしね、アメリカのお墨付きで作る人が日本のイニシアトで作ったらいい。それがね、アメリカに対するね、日本からの力にもなるんだ。で、まあそれに絡めての話でありますけどね、日本にありますね、アメリカのね、基地の一つにね、この横田の基地があります。これはね、私が大臣の頃からこれを何とかしようと思ってね、土井さんが社会党の委員長の時からアプローチして、社会党もね、東京のど真ん中にこんな基地があるのは知らない。国対委員長の トンちゃんね、仲良く、それで仲良くなったの。お前らね、そんなこと知らずに基地反対ってちゃんちゃら起こしていったらね、どこにあるんですか、東京の真ん中、東京にそんな基地があるんですか、行ってみろって言って、彼行ったんだ。特実に、いやー、でっかい基地ですな、あれ反対にね、返還でこの市長の選挙があるとは手伝います、今の社会党じゃないの、岸取りまくるに人集まんねえぞ、せいぜい300人でもう防ぐぐらいだなったら果たせるかの想定たるかだったんですよね。こうちょっと総理見てください。そこまで、そこまで。これね、これね、中継で分かるように、ラジオで分かるよ。これがね、勝ったのでクイズだった。それでね、西エリト路線がね、ほとんど閉鎖されてないから、ね、一車線のオフレアだったんですよ。でこれでね、正面車線が切り切れないんです。正面正面このね、黒いのはね、かつてのアメリカの区域だった。それでね、東京からですね、西大阪、福岡、ソウルに行く路線ってのはね、一車線往復しか飛べなかった。正面衝突の事故が起こりそうになった。一人乗務員が死にました、急上昇急降下で。それで文句を言ったら、やっとね、彼らはこれを開けてくれたんですがね、ですからまあ2車線往復ぐらいになった。しかしね、これ予備地を入れたら4000メートルの滑走路があるんですよ。作ろうとは2本できる。しかもこれはね、全然使わせないんで、森君が総理大臣の時にね、日韓両方でワールドカップがありました。その時にね、CIQ のね、要するに検査なしでね、日本と韓国がね、お客も選手もね、CIQ 抜きで横田使ってですね、これ使おうじゃないかと。向こうもね、その金浦の空港できたばかり、人生が空いてるから非常に喜んでやろうと思ったらね、なんとアメちゃんがね、その期間突然ね、この滑走、ほとんど使ってない滑走が向こう50年間対応できるようにね、舗装工事始めろと言って、日本の国費でこれ要するにリカバーしたんですよ。こんなことがね、まかり通ってる。とにかくね、日本の飛行機はね、ヨーロッパから帰ってくるでしょ、これ通れないんで、一回どっち側から太平洋へ出てね、戻ってこないと成田や羽田に着けないんですよ。こんなバカなことはね、いまだにまかり通ってる国ってあるんですかね。でね、この返還のために私はね、大臣にこれやってきましたが、まあ金丸何がしがね、自民党仕切ってる時にね、これ問題にしてくれたんで分かったというけどね、なぜか知らないけど、時期尚早ってそのうち打ち切られちゃった。
知事になってからやりだした。いまだにですね、知事として進まない。このためにね、毎年ね、日米でね、行ったり来たりでシンポジウムやってますがね、アメリカ側はね、非常にこうやって同情的だ。ただ空軍だけはね、自分の持ち物で渡したくないけどね、去年ね、その日本、前の日本部長ゼアラ、これ一生懸命やってくれて、前のね、日本全体の総司令官のフォールという大将も含めて引退しましたがね、彼も来てくれてね、確かにこれは余計だということでね、とにかく考えようじゃないかというシンポジウムに来てくれたら、外務省のバカが何言ったか、北米局長がね、シンポジウムの前の日にね、ゼアラとね、フォール大将を呼びつけてね、横田の問題は日本国家イシューじゃない、小泉の時はそれを問題にしたかもしれない、今は問題にならない、だからあなた方にものを考えて発言しろと圧力かけたの。でシンポジウムの後ね、2人は私におきましてね、こんなことを北米教授がやります。しかも今までは毎年ね、このシンポジウムにね、日本側からも外務省が、要するに国交省、それから防衛省代表が出たのに、その時だけ外務省来なかった。でなんで来ないんだったら、一地方の行事にね、国が参加する必要はないというのは北米、私は外務省の前原君の大臣で、前原君が成り立ての外務では知らないんだろうけど、北米局長メンバーしましたよ。貴様どこの外事、どこの、ね、役人なんだ、お前どこの国の役人だったら、ノーノーと二人とも日本ですって。日本人だったらこの問題知ってたらね、せめてシンポジウムにね、下っ端でも役人を送るね、これをね、論拠もなしにですね、もや国家のイシューじゃないのこと、どうして北米局長が言えるんですか。こういうやっぱりね、外務省の体制をね、外務大臣考えてね、やっぱりあなたね、変えてもらいたいよ、本当に。あ、外務大臣じゃないのか。あ、人々。本当。で、これについて言いたいこといっぱいあるの。払ったってしょうがないの。で、この、アメリカのね、公文書を見ますとね、日本にあるね、アメリカの空軍基地でね、非常にフェイタリーね、致命的に大事な空港は3つしかない、ね、三沢、それからなぜかね、岩国、それから嘉手納です。これはね、ただのね、ロジスティックベースでね、一番疲れたのはね、ベトナム戦争の時にね、向こうで戦死した GI の死体を持ってきてつなぎ合わせてですね、それを送り返す、その作業場だったの。その話を大江健三郎君がね、死者の森っていう面白い小説書いてますけど、それしか使ったことないんですよ。今せいぜい何機かのね、輸送機とね、ヘリコプターがやってるだけで、ね、ほとんど使われてね、その一つの証拠にね、こちらのね、なんというのか、メインオフィスからね、向こう側に管制塔がある。普通ね、行ったり来たりするでしょ、滑走路横切らなきゃいけないからね、滑走路の末端だけどね、そこにね、普通だったら地下道を作って向こうに抜けていくのにね、いまだに青の赤の信号でね、やってくれるのんびりしたね、潮満つしかないんですよ。このね、空港ね、とにかく使いませんとね、国交大臣もご存知だろうけども、ブリーフングで、あと5年で日本の国際線パンクしますよ。そうするとね、国力と衰退につながる。でね、私はね、なんていうのかな、政権が変わったから、トム・ドナヒューってね、アメリカの商工会社に書いているんですが、友達でね、彼はね、なんか依然として共和党の支持者でね、今度は絶対にオバマが負けるから、待った俺は待ったに協力してね、横田をね、とにかくやろうと言ってるだけで、まあオバマが再選しちゃったんで、ね、ドナヒューどうするか分かりません。彼がね、商工会社の回答って一番ね、石原言いたいのはね、とにかくビジネスジェットをもっと入れてくれと、簡単にもう大きなビジネスが日本にはたくさんあると、むしろ市内上にある、どこの国もそう思ってる、技術も日本はたくさんある、いろんなもので、ね、日本に私たちが関心を持ってるんだけど、大きなそのビジネス遠くに行こうと思ってもビジネスが飛べない、2ヶ月前に申請しなきゃいけない、こんなややこしい国あるかと、まさにそうですな。だったらね、これ太田さんね、こうせめてね、ビジネスジェットの発着だけに、ね、共同使用したらいいんですよ。それでこれ乗ってくる連中はかなり裕福だからね、あそこからね、ちょっと値段が高いけど、ヘリコプターでね、都心来たらいい。そのためにね、とにかく共同使用、本来はこれ返還されるべきもんだけども、共同使用のその最初のステップしてもね、なんとかね、
とにかくビジネスジェットだけ優先的に入れる。これ本当の空港にしますとね、ちょっと電車をつけたり、そのあそこに非常に混み合うで、何号線ですか、道路の隠しやけど、インフラの整備が必要なんですけどね、いずれにしろね、まずビジネスジェットで、これがね、非常にその、頻繁に利用されるようになれば、この空港の存在価値はもっと大きくなってきますし、いずれにしろね、総理ね、あと5年で日本はパンクするんです。だからね、私の知事になってね、危機感があったんで、今どこ行っちゃったかわからない。ああ、亀井静香がね、自民党の政調会長の時に、ね、どこにあいつは。あのね、え、あ、そう。緑の党なんですか。聞いたことない。あのね、彼とやってね、とにかく国交省同括してね、とにかく4方面の滑走を作らせたんですよ。これも非常に早くできた。ただ1年ぐらい予想時遅れたのはね、やっぱり利権でね、広報がね、メガフロートとね、埋め立て式とね、半分埋め立て半分桟橋、結局半分桟橋になった。これもね、多摩川の中にね、桟橋が変わるなんてことはね、これは国交省ができない、県政省だったら絶対やらせなかったことができるようになった。これは内閣の再編成のおかげだ。いずれにしろね、そこまでしてやったんですけど、それでもなおとにかく需要が追いつかない。今30数カ国を日本に乗り入れる希望している外国は、これはね、その話が長くなったけど、まあ総理ね、国運というものを将来考えたあなたが特例してね、もう要するに各省連帯でですね、このなんていうのか、横田のね、再利用共同利用というのを取り付けください。お願いします。安倍内閣総理大臣。横田基地は、在日米軍司令部が、置かれて、いて、今委員が指摘されたように、有事の際に兵站、機能を、果たすということでですね、なかなか、この、返還あるいは、軍民、共有ということに、おいてですね、アメリカ側がはい分かりましたということには、なって、いないわけでありますが、しかし、小泉政権自体に、知事だった石原、当時の石原知事からですね、私、官房副長官だったときに、これをぜひ、交渉を始めてもらいたいということを言われまして、その時に、小泉、ブッシュ、首脳会談、クロフォードで行われた首脳会談で私、陪席をしておりましたが、紙を出しまして、そして、小泉総理からブッシュ大統領にですね、日本側の考え方としての、軍民共有等についてのお話が、先方に出されたわけでございますが、残念ながら、今日まで、成果が出ていないと。いうことであります。確かに、おっしゃられるような課題がたくさんあるということを、頭に入れながらですね、米国側も受け入れられる形で、何があるかということを考えていきたいと思っております。委員長。太田国土交通大臣。軍民共有の今ご答弁ありましたが、空域のさらなる返還ということについてはさらに、調整をして、いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。この上飛べるようにしてください。飛べるようにね。委員長。石原慎太郎君。さらにですね、その基地の問題について申し上げますとね、今アメリカが、非常に難重しているその第7艦隊の機関のね、航空母艦の艦載機の離発着の問題ですけども、これ NLP ナイトプラスティックプラスティックプラ、NLP ですね、ナイトなんだランディング、これね、かつてはね、その三宅島にやろうということだったので、私の選挙区でもあったんです。でね、当時の政調会長の藤尾がね、青年会の中ですけど、あの人もね、強直な人だったけど、ちょっと憲兵族でね、なんかその政調会長はすごい偉いんだと自分で言って回るぐらいの面白い人だったんだけども、三宅島行っても言われましてね、作ってやるみたいな言い方するから島民が反発してね、結局ね、島民の投票は僅差で負けたんですよ。これはね、三宅島って十何年ごとに噴火繰り返してね、もう非常に厄介な島なんですけどね、今も本当に疲弊してますがね、かつての、噴火でできた溶岩の台地があってね、これを活用したらね、簡単にね、滑走路ができる。しかも航空母艦みたいにね、周りが海だから。
これでね、私あの知事になったばかりの時に、ね、三宅も災害でこう島民が避難するような事態があったんですが、その時に当時のベーカーっていうアメリカの人たち昔から知ってて仲良かったんでね、彼もヘリコプターに乗っけて招待してピクニック兼ねてですね、行ってね、これどうだって言ったらね、ベーカーが喜んで、これも絶好じゃないかと、なんでこれできないんだろうかっていうか、それは気に入らんの次第、日本の政府の次第でね、これはね、私、まあ、今度村長も変わりましたので、前の村長に話しましたがね、これはね、その場所を選ばね、全然とにかく騒音の被害も何もない地形があるんですよ。これぜひね考え直していただきたいというのはね、日米にとってとってもいいことなの。今岩国がね、そのね NLP のねなんかね関西圏を持ってってね、うぬうぬってるけど、あんな遠いところへね、その関西機のね、要するにそのなんとか整備の要員って全部日本人ですから、この連中はねあんな田舎へ行きたくない、それから家族もみんな厚木の周りに住んでて行きたくない。横須賀に基地を置くんだったらですね、あそこで発着してね、あそこからね飛んでってね、 NLP の三宅であれば燃料もか、今硫黄島でやってるんでしょ。こんなバカな資質はね必要ないと思うんでね、これやっぱりね、もう一回私も努力しますがね、島のためにもなるし、アメリカと好ましく、なんで岩国になって固執してるのか私わからないんですがね、これがぜひご意向いただきたい。誰に来てる、あ、先に、安倍内閣総理大臣、まあ、詳細については防衛大臣が、まあ、答弁いたしますが、あの岩国においては、空母艦載機59機をですね、厚木から受けることにしているんですが、まあ、これはあの米軍再編全体の中で、これは各地域がそれぞれ、沖縄の負担を軽減するという中において、ぐるっとこう回っていく中においてですね、岩国基地が厚木からの空母艦載機59機と、あと、まあ、普天間の空中給油機を12機受け入れることになっております、まあ、しかしもちろん地域としては NLP はですね、これはやってもらったら絶対困るという要請、強い要請が、まあ、ございます、その中において、まあ、現在、まあ、硫黄島において、暫定的に、まあ、行われているものを、まあ、どうするかということについては考えて、検討していく必要があるだろうと思っております。小野寺防衛大臣。岩国への移転については今総理が申し述べたとおりでございます。 NLP につきましては、今防衛省としましては、馬毛島を中心にさまざま調査を行っている、そのような状況にあります。委員長、石原慎太郎君。あ、ですからね、その資金の距離にある、ね、三宅島がね噴火で疲弊してね、なかなか立ち上がりきれずいるんですよ。その救済にもなりますしね、やっぱりそれはね、その要するに役人が決めたことをなかなか役人が決めた変えたがらないけどね、それはやっぱり、ね、政治家のリーダーシップでね、もうちょっとフレキシブルに考えればね、そういう指導してくださいよ。私はね、まあ、閣僚をやるたびに同じこと言われたの、国が国は、あの新大臣はね、役人を嫌いでしょ、一生懸命やりますからって言うから、私嫌いじゃないって、お好きですが好きなわけない、何ですかって軽蔑してるだけだ、発想力がないんだから。しかしこれはね、無理ないんだね。とにかくね、最近は総理大臣が1年後とかあるの、あなた頑張ってください、長生きしてね。だけどね、とにかく閣僚なんか1年しか変わらない、役員からして、ね、どうせ変わる役人、政治家にね、大臣ずらされて何できるか、で彼らね、自分たちの取りは何かとね、コンティニティとコンシテンシー、継続性と一貫性、この変化の時代に継続性一貫性でやられたらね、国の行政内に硬直して進むわけないですよ。まあね、そういう点でね、三宅島の窮状を見て、三宅島の地ならしもしましたしね、とにかくね、これはもう一回ね、提案するということをね、まあ、アメリカにも話していただきたい。それからまあ繰り返し申しますけど、今度ね、ワシントンに出すときにね、小泉君がやったみたいにね、やっぱりこの横田の共同書やら返還はね、ナショナルイシューとして、ね、総理の責任でもう一回登録していただきたい。それじゃないとね、外務省のバカをおぞおぞするだけで、ね、国務省を気遣ってね、何にもこの問題について、ね、手を染めようとしない、本当に情けない悪になっちゃう。で、次の問題になりますがね、これまたね、その日本の国家官僚の硬直って象徴する一つの大事な案件でありますけどね、これ日本の、ね、国家の会計制度について私はね、非常に懸念を持ってるんですよ。日本のね、
会計制度ってのはこれ明治12年から18年まではね、明治の尖閣諸島の福沢諭吉の提唱で、ね、一種の、ね、複式簿記だったんです。ところがね、明治20年になってですね、岩倉具視のね、その視察団がヨーロッパに行きましてね、まあ、フランスとかいろんな国に行ったんでしょうけど、最後にドイツに行ったんで、ドイツを強引にね統合したビスマルクにあってね、ドイツはね近代化に確かに出遅れを取った。しかし今では成功しつつある。そのね、後発してね先進国を目指す国家にとってね、何が必要かったら、ね、国民に寄らせろと、知らしちゃいけないと、民にはねとにかく寄らしゅんべしてる、知らしゅんべからずということを言われてね、そうかということで、ね、一番見えにくい短式簿記がね明治会計法となってね採用されたの。以後全然変わってない。大副省と同じしてね、こんなバカな会計制度やってる国はね、今してみるとね、北朝鮮とね、私言うかパプアニューギニア、フィリピン、マレーシアはね最近までねそうだったけど買いましたな。でとにかくね、このそのせいでね、この国には健全なバランスシートがないんです。財務諸表もないんです。私はね、国会にね公認会計士の経歴も資格持つ人、これに詳しくは何いるか知りませんがね、大蔵省の出身じゃダメよ。これは大蔵省の出先でしかないんだから。でね、都議会にいる時にね、とにかくね、東丸君って非常に優秀な公認会議出席議員がいましてね、この人がね、とってもよく分かってくれてね、周りを説得してくれた、自民党も説得された。それでね、やっとね、発生主義復讐簿記にしたの。これはちょうどその時たまたまね、私と同年齢の中地さんというね、日本公認会計協会の会長がいましてね、彼にね、とにかくこの国はバランスシートがない、財務省用もないの、新しいねその公会計制度を作ってくださいったら、彼が最初はね、非常に機能するバランスシート、面白いバランスシートの方式を作って、それをベースにしてですね、要するに発生主義復讐簿記にしたんです。でね、同時にこれ法律で決めたんですかな、私詳しく知りませんけど、政府はあれでしょ、いつの頃か知らんけど、地方自治体に外部監査入れるって言ってんでしょ。結構ですな、外部監査入れるとね、これは公認会計士が、ね、非常にいろんなことしてきてね、小さな無駄大きな無駄分かってきてね、実にね東京都はね財政再建のための大きな要素になりましたがね、国はなんで外部監査入れないんですか、財務大臣。麻生財務大臣。いくつかお断りと申し上げておきたいと思いますが、国の予算と決算につきましてはね、これはご存知のように現金主義といわれるものが採用されておりますのはご存知の通りです。それがダメなの。問題はそれから後がちょっともう少しいろいろ調べていただくと分かったんだと思いますが、発生主義、いわゆる複式簿記含めて発生主義っていうのは、ね、いろいろな意味から確実性、客観性、透明性でそこは出ませんから、あっちの方は複式簿記で借り方貸し方の分からない人に、ね、あれ見ても何の意味だか分かりませんので、そういった意味では我々としてはこの方法としては、いわゆるストックとフローの両面からこれはっきり分かりやすくしてあるのはこっちの方だと思っているんですが、少なくとも今言われたような複式簿記発生主義のやつ分につきましては、今すでに平成15年から、東京都は平成18年からしておられるんだと思いますが、平成15年から国の財政についても参考情報として、いわゆる財務諸表という書類を、財務書類を作成してこれに取り組んでいるというのは事実でありまして、私も見ましたけれども、確かにそういうものができております。これでこれをやっておりますのが一つ。もう一点は海外について見てみましたけれども、海外につきましても同様にこれと同じようなやり方をしておりますのは、少なくとも予算につきましては、日本、アメリカ、フランス、ドイツ、いずれも現金主義、そして決算につきましては、いわゆる議決の対象として現金主義、現金主義、現金主義なんですが、いずれも現金主義なんですが、財務諸表というものは間違いなく作成しておりますのは日本、アメリカ、イギリス、フランスで、ドイツだけが作成していない財務諸表ですらというのが、私どもの調べた平成25年度におけます情報です。委員長。石原慎太郎君。だいぶ違いますな、実態とね。
あのね、知事時代にですね、なんでね、国はですね、この口とは発生主義複式募金しないんですかという問い合わせをしましたらね、こういう文章を書いてきた。財務省では国の財政活用についてより一層国民の理解を促進するため、平成15年度決算分、平成12年17年9月公表より毎年発生主義複式募金といった企業会計の考え方及び手法を参考として国の財務書類を作成して公表しているところである。この財務書類というのをね、見せてください、くださいよ、資料として。いいですか。でその上でまたね、具体的に議論しましょう。でね、いずれにしろね、その FIAC ですか、 FFAC、はい、あの FIAC はですね、会計処理に関するその世界組織でありますけども、これ2000年にね、エジンバラで最新の会計制度を決定しましたが、これ当然日本もね、この新会計制度すべきだけどしてませんね。なぜですか。これ麻生財務大臣。麻生財務大臣、調べてご返事申し上げます。委員長。石原慎太郎君。あの短縮要請はですね、すなわちね、現金主義だとも言い切れませんけどね、とにかくその税金だけの管理ではね、ことは済まないでしてね、会計制度がしっかりしたものなら、どこを扱っても民間だろうと政府だろう自治体だろうと結果は同じだと思いますが、その新会計制度をね、未だに使わないことが問題でね、怠慢というか欺瞞と言わざるを得ない。イギリスではね、1994年から発生主義を採用して以来ね、イギリスの国会議員というのはみんな簿記の勉強を始めているそうですよ。でイギリスはね、2年ごとにね、複数年度の予算を作ってますけども、とにかくね、この国の会計制度ではね、その金を使って売り上げを伸ばすというね、発想がない。でその計算書には税収が載っていないので、その収益を上げるためのね、税金の使い方という発想をね、欠けていてね、本当に歯がいい。それでね、この国がですね、依然としてね、世界でこのプリベーリングなね、その会計制度を採用してないとね、経団連が知らないんだね、おかしな話。豊田章一郎にその話したら、そんなバカなって彼言うんですよ。あのトヨタの、その当たり前のこと、企業にとってみたら。これからね、前の会長の御手洗さん、あの人にね、私ゴルフクラブで、ね、会ったの。その時にね、もう一人なんか後で聞いたらそんなの野郎だったけど、僕は銀行の頭取いてね、もう一人前の日銀の総裁の福井さんがいらした。それで私がね、あなたはしっかりしてね、国の会計制で文句言いなさいよと言ったらね、こんなバカなと御手洗さんに、そんなことありえませんよと。その銀行の頭取な人物もね、呆然としてそんなバカなことはないと言ったら、あの温厚な福井さんが最後にね、いや皆さん、実は、ね、石原さんのおっしゃる通りなんです、国はね、未だに短縮簿記なんですよ、ったら二人が絶句したの。今のなんとかという面白い顔した経団連の会長いますな。あの人名前になっちゃった。え、米倉さん。米倉さんにも言ったらね、この人も知らなかったね。これはね、おっかない話でね、経済団体の言うたちがね、まあいろんな課題と関係のある国のね、会計制度ってのはこんなにね、ずさんなものかってことをね、知らずに、私ね、あなたから資料提出もお願いしましたけど、それをベースにしてこの次またね、この問題ってもうちょっと精査なね、専門家を交えたね、うちの党にも公認会計で言うそうですし、そのできたらこれ総理ね、この問題についてね、特別委員会を作ってね、これやっぱりね、こう専門的な協議をしてね、日本の会計制度を合理化しないとね、この国は持ちませんよ、役人天国で。どうですか。安倍内閣総理大臣。この
単身墓地、福祉墓地の問題については、ただいま、財務大臣から答弁をいたしましたように、平成15年からですね、国としては、財務書類、東京都でいう財務諸表をですね、出しているというふうに私は承知をしておりますが、いずれにせよ、委員会においてですね、他の、委員会もございますから、議論をしていただけたらと、このように思います。委員長、石原慎太郎君。ついでね、財務大臣をお伺いしますけれども、この、円高のね、理由というのはいろいろあるでしょう。これは日本にとっても非常に貿易関係の人には困ったものでしたが、これね、私はこれなりのね、その言われがあると思うんですよ。とにかくこの国はね、その合わせてですね、938兆ですか、1000兆に近いね、債務抱えてる。地方の分が200兆ぐらいですか。ただね、金がダブルついてるんですな。それでね、個人のね、金融資産っていうのはね、これ、株とかね、現金とかね、単数金もそうだしね、掛け捨てでないね、保険とかね、年金も含めてね、年金はそれはギリギリ使うんでしょうけども、でも1515兆もある。で、このダブ付き見ればね、しかもね、その国債はね、ほとんど銀行が国民が買ってるんでね、国のポケットから左のポケットに移るだけの話でね、これ見ればね、やっぱりそのね、なんていうのかな、こう世界でその通貨のマーケットやってる連中たちがね、日本の、ね、円に期待するってのはね、無理からぬ話じゃないかって気がするんですがね、これはまあ日本にとって迷惑な話ですけど、この間ね、ある新聞の、ね、トップリーダー、うるさい人ですけど、この人が面白い話を聞いたらね、日銀はちゃんと掴んでるそうですがね、それどうでしょうね、その10円どうかを何万枚、何億枚出したとかね、1万円札の名前出したか、あるいは落ち込んだ時にあった2千札の名前しか知ってるわけですね。でね、このいまだにね、旧1万円札聖徳太子がね、どっかで2千億眠ってる、中には火事で焼けたものもあるかもしれませんがね。で、ある人がね、もうそろそろね、ちょっとね、時間も経ちすぎたし、なんとなく後ろめたいし使いにくいから、ある人が160億とにかく税理士に頼んで新円に変えてほしいと、副財布に変えてほしい、ある人は300億頼むって言ったそうですよ。そしたらね、税理士がね、この蓄財はね、もう何だろうと時効にはなってるけどね、こうちょっとやっぱり額が額だけね、問題になるかもしれませんって、じゃあやめたって言ったの。2000億全部がね、どうか眠ってか知りませんが、これ一つの事例でしてね、なんでね、とにかくその、どういうのかな、このダブついてるお金の、ね、使い方がですね、見つからない。なんで使い切れないんですか。これ麻生財務大臣。まず最初に個人金融資産ほぼ1510兆、正しい数字だと存じます。その中で現預金が約800兆という声を超えていると思います。そのお金がほとんど金利がつかない状況にあるにもかかわらず、銀行並びに貯金に溜まっておるという状態が続いております。これは今これだけ不景気と言いながら、さらに金利がつかないにもかかわらず、さらに現預金、金融資産は増えておりますので、そういった意味では今でもまださらに増え続けているという状況にあります。これがありますんで、傍らご存じように貸し方借り方で言えば政府が金をこれから借り取るわけですけれども、政府は銀行経由もしくは郵便貯金経由で国債というものを売るわけですけれども、政府の借金がたまり、こちら側に個人の預金がたまる、貸し方借り方ではそういうことになるんですが、その状況にありますんで、今政府としてこの20年間、92年から土地の暴落が始まっておりますので、1992年から今日まで約20年間にわたって、土地が暴落をし、また株はその前の1989年から暴落しましたので、当時は38,915円、これは最高値だったと記憶しますが、それが
一時7000何百円も800円まで落ちましたんで、そういった意味では国民の資産という名の動産が4分の3、土地も100坪100万円が15万円ですから、まあ 85% ぐらい土地もという名の不動産も暴落というデフレーションによる不況というのを石原先生多分戦後初めて、戦後ってのは昭和20年初めて、67年間で初めて我々はデフレーションによる不況というのを世界で初めて経験してるんだと。他の国でデフレーションの不況はありませんから、全てインフレの不況しかしありませんの ではっきり言って日本銀行も大蔵省も政府も笑いも全部学者含めてデフレ対策っていうのをやった経験者はゼロですから、したがってデフレというものを勉強しようと思えばデフレは歴史に学ぶ以外に方法がなかったんだと存じます。その多分デフレを最近でやったのは一番直近では1930年の高橋是清大蔵大臣、多分あの頃は犬飼健内閣、斉藤誠内閣の頃だったと存じますが、その頃にやった以外はないんです。したがって今回も少なくとも過去20年間その対策は非常に遅々としてなんとなくやってみたりやらなかったりっていう状態が続いてたんだと思いますが、今回まあ3年間の民主党の政権のあれを見て、そのまた前に続いた自民党の17年間も見て、いろいろな経験を積んだ結果、今回安倍内閣において金融の緩和と財政の柔軟な出動とそして成長戦略、この3つを同時にやると、これを高橋是清の時もやっておりますけれども、これと同じことをやるという決意をしてここに進んでいるんですが、これで初めて今寝てる金が動かさんとどうにもならん、そこが一番の問題なんであって、それをどうやって動かすかっていうのは個人が消費をするか、もしくは民間が設備投資をするかしない限りはこれは動きませんので、そこをどうやって動かすかという刺激策を今後我々としては最大の課題になるだろうと思いますが、まずは金融の緩和からスタートし、それに合わせて財政を出動させ、そして今こういった形の予算が今お願いしておりますけれども、プラス企業のいわゆる成長戦略というものが加わって、それで初めて消費が深まってくるんだというように思っておりますので、少しタイムラグがあるとは存じますけれども、その方向でことは動かしていかねばならないと思っております。委員長、石原慎太郎君。まあ、金融の緩和といってもね、その何ていうのか、日銀にたくさん金をすらしてね、それで結局銀行に国債化して抱えさせてんじゃこれ全く意味ないですよね。やっぱりね、もうその例えば設備投資の減税とかその他この他でね、要するにアクティブにね、やっぱりその経済動くようにそのやってくださいよ。でね、高橋是清の話が出ましたがね、あの時の実は大蔵の事務次官とは加谷沖則先生だった、私加谷さんに私服した一人ですけどね、あれ初めて統制経済やったんですね。まあ、あの戦争も近いこともありましたけどね、まあ、そういったものはね、私が今日どういう意味合いを持つか分かりませんがね、とにかくね、そのあなたのおっしゃるとおりね、デフレの不況というのはもう未曽有のことでしてね、これなかなか本当に克服難しいと思いますけど、まあ、頑張っていただきたい。でもう一つお聞きしますがね、その要するに国と、まあ、民間、地方が抱えているその債務の総額が第1948兆ですか、1000兆近いものがある。これね、しかしね、その債務借金でもですね、返す必要のない借金もあるわけですね。それからその財産になるものもあり得るわけです。でね、この986兆ですかという債務の中にもかなりこれがあると思うんですがね、これに見合うね、その資産の取得原価、あるいはですね、時価でのね、取得原価ですね、こう時価での一覧表があったらですね、ぜひその参考に出していただきたいのでよろしくお願いします。麻生財務大臣。あの一つだけ、先ほどの複式簿記の話ではありませんけれども、政府が持っている場合、いろいろなものを資産に計上する、負債ではなくて資産に計上するわけですが、その資産の中に例えば税金を取れる権利、徴税権、お金をすれる印刷権、造幣権というものをいくらで評価するかっていうのは、これはなかなかできないところなんで、そこらのところが多分各国皆最終的に複式簿記というものを
予算の時に計上することはできないということになっておられるんだと、私はこれイギリスから聞いた話です。ちょっと他のところもうちょっと調べてみないと分かりませんけれども、そういったことなんだと思っております。ただ今言われたように、道路やら富士山やら、あれ国有地は一体いくらで検査できるのかと言われると、ちょっとなかなか簡単にはいかないところだろうとは思いますけれども、一応のものみたいなものがかって作った経緯が確かあったと思いますんで、今それが現像しておりましたらご提出いたします。石原慎太郎君。いずれにしろですね、また繰り返しになりますけどね、この会計制度というものをね、もうちょっと合理化しね、せめて企業並みにですね、能率的なものにしませんとね、これアベノミクスのね、要するにこうバリアになりますよ。だからアベノミクスを、ね、成功させるためにはね、総理ね、会計制度って本当にね、聞いてますか？アベノミクスを成功させるためにね、会計制度ってもやっぱりね、一新させる必要があると私は思います。ね、民主党のマニフェストを読んでますとね、マニフェストの8にね、税金の使途が会計制度を変えると国民が納得、変えると国民、会計制度を変えますとね、その税金の使途がね、要するにとにかくはっきり分かるということで国民の納得が得られるとありますがね、これまあ民主党もね、あまりいいことしなかったけど、いいことだけ言ってるんで、これも一つその心に留めてお考えいただきたい。で、最後にですね、担当の大臣いらないって言ったんですけども、一つこれ総理にですね、一つのなんか政治家の哲学としてね、ご記憶いただきたいんだけど、私ね、第二子の頃ですね、40年近く前ね、東京の読売ホールでね、ブラックホールを見つけたホーキングっていうね、天才的な宇宙学者の講演聞きました。彼はその時金字塔にかかってね、もう声も出なくてね、コンピューターを腕で打って人造語で話してましたけど、彼はこの間のロンドンオリンピックでもね、とにかくそういう形でね、パラリンピックですか、メッセージを出してね、非常にその喝采を浴びたそうですけどね、その時にね、ママの話でしたが、質問が許されましてね、あるその宇宙物理学科の宇宙専門の学者の一人が、この宇宙にね、この地球並みの文明をね、持った星がいくつぐらいあると思いますかったら、ホーキングが玄関に2ミリオンって言った。で、私びっくりした。太陽系宇宙だけじゃないですよ、全宇宙でね。そしたらね、ある人がね、また手を挙げてね、そんだけたくさんその文明を進んだ星があるのに、なんで我々はね、ハリウッドのくだらない映画じゃなしに、実際のね、宇宙船とかね、宇宙人にこの地球に、ね、で出会うことがないんでしょうかって言ったらね、ホーキングが、いやそれは違うと、ね、せめて地球並みのね、文明を持ったらね、そういうプラネット惑星はね、非常にその自然の循環が悪くなってね、宇宙時間でいうと瞬間的に生命が消滅すると言ったので、私はびっくりしましてね、まあホーキング神様じゃありませんが、一応天才ですから、で私は拒否しましてね、あなたの言うね、宇宙時間の瞬間的というのは地球時間でどれぐらいですかって言ったらね、100年と言いましたね。あれからね、40年経っちゃった。まあ彼の予言が正しいとすると、あと60年しかこうね、地球は持たない、あなた方は持たないね。でね、私この問題ってはね、まあ、人間ってはみんな欲望で、欲望の象徴ってのは経済の象徴は金ですからね、金でうつつ抜かしてるけどね、ヨーロッパの経済が不振だとか、アメリカはどうだとかね、日本はどうのこと言ってますがね、過去の G8 でね、この環境問題があんまり深刻に討論されたことないんですね。少なくとも過去の3年間ね、 G8 があった後ね、政府のスポークスマンに記者たちが、メディアがね、環境問題について討論しましたか、進歩ありましたかって言ったら、いやー、まあ、あまりしなかったが、でも半歩は前進したというのが3年間続きました。3年でね、半歩前進じゃこれいかにも遅すぎるんですよ。でね、NASA の、ね、ハンセンという非常に優秀な主任教授がいますけど、彼がね、北極海の氷はね、あと20年経ったら溶けるっていうのが、あと、あれからもう7年経ちましたな、あと13、4年経つとどんどん氷が溶けてね、北極海っていうのは航路になるかもしれないんだが、し
かしその結果ね、ヒマラヤの氷に基づけ、私も数年前にね久しぶりに行ってみたあのフランスのローヌ氷河のね大歩く展望台が行ってみたらね、氷河なんか見えないんですよ。で地元の専門家が聞いたらね、これから100キロぐらい上がっていかなかったら氷河なんか見えない、全部溶けて洪水になって流れちゃった、ヒマラヤの氷も溶けて、それでねその水はどんどんオーシャン太平洋太平洋に注がれてね、地球の時点での遠心力変わりますから、一番どこに触れるかって赤道の直下の島々ってどんどん埋没して、私は非常に興味があるんでね、秦の時代にスバルというね、あれはわずか標高一番高いの5メートルしかない、アメリカが作った飛行場の人工の、それがね半分も水没してね、もう主要職員ってタロイモが作れない、彼ら何してるかって言ったらね、半分腐ったみたいな、まあめったにそのなんていうのかな、オーストラリア人が食わないオーストラリアの肉の脂身の多いものをねもらって食ってますがね、どんどん健康を害してね、行ってみたら年寄りはねその日その日をなんとか要するにこう朗らかに過ごすつもりですから、みんな周りを話してましたが、あれは本当にある意味で明るい地獄だと私は思った。こういうね事態がどんどん進んでね、今、あちこちに異常気象がある、ニューヨークでもねとにかくハリケーンが来たり豪雪が降ったり、ワシントンの雪が降ったり、日本でもそうですがね、これ当然のことで、ね、異常気象じゃないんですよ、通常気象なんですがね、これもねその阻止するためにね、日本はいろんなことをすべきだと思うし、まあね、あなたもこれから GA といらっしゃってどんな主張をされるか知らないけどね、せめて日本のね最高指導者がね世界全体にね新しい危機感を、正当な危機感をね、その様子に抱かせるためのねスピーチをしてもらいたい。東京はね、まあ、各国各市に先に行ってね C4 って言ってね入りましてね、その企業にも責任を持ってキャパンドテールの条例を作ってやらせてますけどね、こんなものは本当にねなんていうのかな、爪に火ともすみたいな話ですよ。ただね、私昔ある飲み屋でね飲んでたら、昔友人だった開口剣の書いたね色紙が飾ってあった、もう焼き鳥の声真っ黄色になったけども、いい文句でね、なるほどなと思った。それはね、明日地球が滅びるとも君は今日リンゴの木を植える、たとえ明日地球は滅びるともね君は今日リンゴの木を植える、解雇にしていい言葉だなと思った。これ実は調べてみたら、ポーランドの詩のゲオルグのね、この人もねマルチン・ルーターに非常に影響を受けてね、まあ、その言葉を考えた詩人ですけどね、たとえ地球が明日滅びるとも君はね今日ねリンゴの木を植える、これはね私たちのやっぱり愛する、ね、子孫に対する責任のねささやかな履行だと思うんですがね、ぜひね総理ね G8 でねそういう哲学を披露しながらね、とにかくねまあ経済の復興も結構、デフレの国語も結構だけどね、やっぱり私たちの子孫の生命ってものを担保するためにね、やっぱりもうちょっと違う意識を持ってね全体動かないとダメだぞっていう警告を発してくださいよ。それぜひお願いします。安倍内閣総理大臣。まあ、2007年のハイリエンダムサミット、私が出席をしたサミットにおいては CO2 削減が大きなテーマになりました。その際、2050年までに排出量を半減をするという、まあ、そうした大きな目標で一致することができたわけでございますが、まあ、今年開かれるサミットにおいても当然環境は大きなテーマになるのであろうと、このように思っております。まあ、その際、日本は CO2 削減あるいは省エネについては、高い技術力を持っているわけでありますから、まあ、日本こそリードしていくべきだろうと、このように思っております。安倍政権としても環境問題極めて重視をしております。まあ、だからこそ石原伸晃議員を環境大臣に任命したところでございますが、政府一丸となって取り組んでまいりたいと、このように思っております。ありがとうございました。時間が余りました。これで終わります。どうもありがとうございました。